エオリアンハープは弦楽器の一種、ウィンドハープとも、自然に吹く風により音を鳴らす。ギリシャ神話の風神アイオロスに由来する。フレデリック・ショパンの練習曲変異調調作品25から1を聴いたロベルト・シューマンが、まるでエオリアンハープを聴いているようだと言ったと言われていることから、この曲の愛称としても知られる。風力を利用した楽器は古代ギリシアの時代から、 知られており、その起源として、ギリシャ神話の神ヘルメスが、亀の甲に、牛の蝶を張り、リラと呼ばれる風を当てるハープを発明したという伝説がある。また、18世紀の東洋、インド学者、ウィリアム・ジョーンズは、レーダ文献など古代インドの古史に記された、ビーナーと呼ばれる風によって演奏される、弦楽器の存在を示した。近代では1652年に、 新しいスキルヒャーがこれを再現し、18から19世紀にかけて使用された。木製の筐体と弦のみで構成されており、形態分類では、チター属に属する。中には風を効率よく集めるフラップや蓋を持つものも、ある。音が鳴る原理は、弦を通過した空気が、カルマン渦を発生させ、それを過信力として弦が共振を始め、筐体で共鳴させるというものである。 通常の楽器では避けるべきものとされる、ボルフトーンを積極的に利用し、少ないエネルギーで音を出す工夫がなされている。弦はガットもしくは真鍮を用い、4本から多い場合48本張り、基本的に一度に調弦される。心地よく聞こえる和音の組み合わせになっており、音色は、調律にはほとんど左右されず、弦の直径と風速で決まるという特徴を持つ。 日本の滋賀県森山市にあるセトレマリーナ琵琶湖ミュージックホールは建築物そのものがエオリアンハープとなっている。上部の窓から流れ込む琵琶湖の空の風で天井付近の9センチメートル間隔の弦128本が振動し2.5ミ、mm、リメートルのラワン合板の内壁で共鳴して発音する。ありがとうございます。